おはようございます。お運びいただきましてありがとうございます。この時間は、法話と座禅の時間、苦毒林の時間でございます。昨年のこの時間でも申し上げましたけれども、初めての方もいらっしゃるかと思いますので、ご説明申し上げます。苦毒林というのは、苦毒の林と書きます。 ちょっと聞き慣れない言葉でございますけれども、孤独というのは、現在や未来に幸福をもたらす善行。現在または未来に幸福をもたらす善行と辞書にございました。まあ、端的に申し上げれば、良い結果をもたらす力。 と言っていいと思います。えそして、林というのは、ちょっと皆さん頭の中で林を想像していただいてですね、おそらくたくさんの木が生い茂っているかと思います。杉やヒノキ、ブナ、ナラの木。何でも構いません。杉なら杉のみの木でも構いません。ブナならブナのみの林でも構いません。 でも、たとえ一種類の木であっても、そこには大小様々な木が生い茂っているわけですね。全く同じ木は一つとしてございません。背の高い木、低い木、幹の太い木、細い木、枝の長い木、短い木。いろいろな木が生い茂って、林というものが成り立っているわけですね。 それは私たち人間の世界でも同じです。背の高い人、低い人、太っている人、痩せている人、手の長い人、短い人、足の長い人、短い人、すべてが全く同じ人などいらっしゃいません。大小、長短、いずれも揃わないものが多く集まっているのを林というわけですね。ですから、 今日のこの時間、様々な人たちが林のように集まって、みんなで集まって、一人だけではなくて、みんなで良い行い、みんなで苦読を積んでいきましょうというのが、この時間の目的でございます。さて、新型コロナウイルスの感染者数も減少傾向にございまして、今日はこうして、 人数を制限した上ではございますけれども、お集まりいただいて、その中でお話をさせていただくというのは、本当にありがたいことでございます。今日は、物心のありかと題しまして、拝む心、拝まれる心を中心に話をさせていただこうと思っております。物心のありか。 どうぞよろしくお願いいたします。拝むと言いますと、皆さんも神仏を拝んだり、お墓の前で手を合わせたり、あるいはご仏壇の前でですね、手を合わせたりすることはあろうかと思いますけれども、拝まれるというのはなかなかないのではないでしょうか。皆さんは誰かからか拝まれたことはあるでしょうか 一般的に人から拝まれると言いますと、まあ、ありがたい存在であったりですね、えー、もしくは自分が病気になって、どうか助かってくださいと拝まれたり、あるいは試合を左右するような重要な局面でですね、なんとか頑張ってくれと拝まれたりというようにですね、 何かこう、神頼みといいますか、自分の力ではコントロールできないような場面をこう、想像してしまいます。お寺へ参りますと、手を合わせていらっしゃる仏様をですね、目にすることがございます。私は東京のお寺で生まれ育ちましたけれども、あの仏様がですね、 合唱していらっしゃるお姿を毎日見ていて、不思議でなりませんでした。と言いますのは、私たちが仏様に対して手を合わせるのは理解できますけれども、なぜ仏様も手を合わせていらっしゃるのか仏様は誰に対して手を合わせていらっしゃるんでしょうか 今から35年ほど前、私が小学生の時にですね、亡くなった祖父に聞いたことがあります。おじいちゃん、仏様はいつも手を合わせているけれど、誰に向かって手を合わせていらっしゃるんですかえすると祖父は優しく教えてくれました。 よっちゃんは、よっちゃんって私なんですけれども、よっちゃんは、毎朝鏡を見るでしょもしよっちゃんが笑ったら、鏡のよっちゃんはどんな顔笑ってます。そうだよね。じゃあ泣いた時は泣いています。そうだよね。では、手を合わせていたら手を合わせています。 じゃあ、その鏡の中で手を合わせているよっちゃんは、誰の方を向いて手を合わせている僕です。そうだよね。仏様も鏡も同じだよ。ただ、鏡はよっちゃんが手を合わせないと手を合わせない。でも仏様は、よっちゃんが手を合わせない時でも、いつでも ちゃんと手を合わせてよっちゃんを拝んでいてくださるんだよ。よくわかりますね。祖父は続けました。なぜだかわかる仏様が手を合わせていらっしゃるのはよっちゃんの中に拝まれる心があるからなんだよ。今はわからなくてもいつかきっとわかる。僕には仏様から拝まれるような 心を持っているんだ。ということを忘れちゃダメだよ。まあ祖父はそう言って頭を撫でてくれました。その後は、だからお父さんやお母さんの言うことをちゃんと聞いて、しっかり聞いて、いい子でいなさいね。みたいなことを言われたような記憶がありますけれども、正直ほとんど覚えておりません。僕には、 仏様から拝まれる心を持っているんだということを忘れちゃダメだよ。まあ、これは幼心に大発見でしたし嬉しかったですね。仏様が手を合わせていらっしゃるのは僕に仏様から拝まれる心があるからなんだ。そう考えてみますと仏様は この人はいい人だから手を合わせて、この子は悪い子だから手を合わせないといった差別はいたしません。みんな平等です。このことは私だけではない、すべての人にも拝まれる心があるから仏様は手を合わせていらっしゃるんですね。お釈迦様も 来月8日、12月の8日の明けの明星をご覧になって、生きとし生けるものは皆仏様の働きであり、仏様のお姿であった。と、簡単の声を残されました。すべての人に仏の心が備わっているんだ。 いや、そんなこと言われても、俺は短期だし、仏の心なんてないよ。俺もズボラだから仏の心なんてないな。と考える方もいらっしゃるかもしれないですけれども、お釈迦様も、そして歴代のお祖師様方も、そもそもみんなが仏様なんだ。もともと心には、 何のわだかまりもなかったのだ。ただ、今までこのことに気づけなかったのは、自分自身が作り上げた執着、妄想があったために気づくことができなかったのだ。とおっしゃったわけですから、短気やズボラという表面だけを見るのではなくて、 自分のことですから、自分のことをもっと知るために、もう少し自分の心の奥を見ていきたいものですね。このあたりのことについて、こちら、縁学寺のですね、館長様がわかりやすく解いてくださいました。お手元の資料の丸一番のところです。心というものは、ちょうど水晶玉のようなものです。 心は普段常にいろいろと思いを巡らして、それはあたかも水晶玉の上にさまざまな映像を映し出しているようなものです。良い思いをすると心には良い映像が映り、嫌な思い、思いに任せないことがあると暗く沈んだ影を映し出す。私たちの迷いというのは水晶玉に映る、 この影ばかりを見て一喜一憂しているのです。水晶玉の表面に映った影に振り回され,るさ,れされるのでなく、その水晶玉の本質は何であるかに目をつけなくてはいけません。それは透明で光り輝いた何とも綺麗な宝石です。私たちの心も表面には様々なものが映っているけれど、 本質は水晶玉のように何の汚れることもない何一つ傷つくこともない仏様の心であったと気づくことが大切です。館長様はまず心をですね水晶玉に例えてその表面に映し出されるものに一気一遊してそれを自分本来の 心だと思い込んではいけない。と、仰せです。表面の思いや考えに引きずられるのではなくて、映し出しているその大元は何であるのか。その大元は何者にも染まらないけれども、何でも平等に映し出す。それが本来の心であり、物心、 であり、この心は生まれながらにみんな平等に持っているのだ。と説かれました。私たちはそのような清らかなですね、心を持っているんですけれども、とかく私たちは都合の悪いことに背を向けたり、天秤をかけたり、分別を したりしがちであります。そして、引きずってしまったり、心にわだかまりを残してしまったり、あるいは自分の価値観に執着をして、それを話そうとしないことが多々あるわけですね。自分の都合でものを考えてしまって、それが水晶玉の表面に映し出される。 それを見て、俺は短期だから、俺はズボラだから、と決めつけてしまう。しかし、そうした表面ばかりを見るのではなくて、そういう状況の中でも、私たちの心の本体というものは清らかで、何の穢れのない心で物を見ているんだ。ということを、館長様は、 示してくださり、また今日私が皆さんにお伝えしたいことでございます。本来清らかで何者にも染まらない心、物心というものを皆さんお持ちなんです。だから仏様は私たちに手を合わ,さ合わせてくださっているんですね。では次に、 自分は普通に生活をしているけれども、実は見えないところで拝まれているんだ。というお話をご紹介したいと思います。これは中山康夫さんというですね、もうお亡くなりになっていますけれども、三重県の伊勢の方で、まあ青少年の教育に 長年励まれたお方とお母様のお話でございます。皆さんもご自身に当てはめて第一人称としてお聞きいただきたいと思います。感謝の原点というお話です。天の思いを私たちがなかなかわからないように、親の思いを子供はなかなかわからないものです。 親の心、こしらずという言葉がありますが、私自身にもこんな経験がありました。母は82歳で脳梗塞になって倒れて以来、家で寝たきりの生活を送っていました。しかし、私が公園に出かけるときは必ず、今日はどこに行くんだと聞くのです。どこどこへ行くと答えると、 気をつけて行ってこいよとこう言う。私は分かった、ありがとうと答える。このような他愛もない会話をするのです。しかし、その後には何時から何時まで話すのかと聞くのです。すると、つい自分の親だから言ってしまうのです。そんなの聞いてどうするんとか、人のこと心配せんと自分のことを心配しなさいとか、 どうも冷たい物言いになってしまう。さらに、寝たきりだからみんなに好かれる老人にならなあかんよ、なんて言ってしまうのです。それでも何度も聞くものですから、私が何時から何時までだよと講演時間を答えると、みんなに喜んでもらえるようにしっかり頑張ってこいよと言ってベッドの上から見送るのでした。 そして私は家を出てから後悔の思いでいっぱいになるのです。もっと優しい言葉をかけてやればよかったなって、分かってはいてもつい優しくできなかったりするのですね。その母も90歳で亡くなりました。お葬式を済ませた後に家内がふと、お父さん、心配してくださる方が一人減って寂しいね、というのです。私は改めて母の言葉を思い出して、 お袋が毎回行き先を聞いてきたのはわかるけれども、なんで時間まで聞いたんだろうね、と家内に言ったんです。すると家内は、絶対お父さんに言わんでってお母さんは言っていたけれど、時効だからもう話してもいいかな、とこんな話をしてくれました。私の講演が始まる頃になると母は家内を呼び、講演が始まる時間だから悪いけどベッドを半分起こして、 と言って、ベッドの前の神棚に向かって、じーっと手を合わせて拝むのです。寝たきりですからきちんとは座れないので、腰に枕と毛布を当てて、なんとか座れるようにして、じーっと手を合わせている。公演が終わる時間になったらまた来てね、と母が言うので、1時間半くらい経ってから家内が行くと、まだ母が同じような状態でじーっと祈っているのだそうです。 この話を聞いたとき、私は頭をガーンと殴られたような気がしました。毎回公園に行って、今日もこんないい方々と素晴らしい出会いをいただいて、自分が頑張っているという思いがどこかにあったのです。私は母が祈ってくれていることを知らずに、そんな母の言葉を少し疎ましく思っていたのです。申し訳ないことをしてしまったという気持ちと同時に、 私以上に祈ってくださる、くださっている世界があるんだと思い、改めて天から喜ばれるような生き方をしたいという思いが湧いてきました。というお話でございます。まあ、息子の成功を願う母の祈りですね。とてもいいお話だと思います。まあ、出かけるときにいろと聞かれますと、こちらは 時間を気にしていますから、えー、イライラしてきますね。えー、私自身もそうでした。学校が終わって帰宅をいたしますと、すぐ友達と遊びに行こうとする。すると母から、どこへ行くの誰と遊ぶの何時ごろ帰ってくるのと聞いてくる。で、こちらは、すぐに遊びに行きたいものですから、 もう,うるさいな。もう誰と遊びに行ってもいいじゃないかと。そのうち帰ってくるよ。なんてめんどくさがって答えますと怒られてしまって結局遊びに行く時間が遅くなってしまう。皆さんもそういう経験ないでしょうか。大人になった今でも私が実家へ顔を出してですね、えそして 時間になったので、帰ろうとする私にですね、母は、ちょっと待って。お米はある野菜はあるだでださんは元気今度よっちゃんがお話をするのいつ今度いつうちに帰ってくるのと、時間を気にする私にお構いなくですね、こう話しかけてきますので、こちらは、 やはり最初は丁寧に答えていたんですけれども、もう時間を気にしてますので、もう,うるさいなとか、もうさっき聞いたよ。さっき言ったよ。もういいよとか、もうちゃんと持ってるよ。また今度、もう何なんだよ。と、どうも冷たいものになってしまう。え、すると、やはり中山さんと同じようにですね、 もっと優しく言えばよかったなって帰りの車中で毎回後悔をするわけですね。中山さんはお母さんから出かける前にですね、いろいろ聞かれてそれを苛立ちの中で受け止めてしまって自分の都合で 怒ってしまったけれども、お母さんは厳しいこと言われても、公演中ずっと拝んでいてくれた。さらさらと水がどこにもよどみなく流れるように、お母様の心は引きずることなく、振り回されることなく、わだかまりを残すことなく、 無心に手を合わせていらっしゃいました。一方で中山さんもお母様亡き後、お母さんが手を合わせてくれていたことに衝撃を受けますけれども、これからは常に母親と共に、そして母親が拝んでくれたこの心と共に努めていきたい。 それが母の喜びであり、私の喜びでもあるんだ。そんなお気持ちを感じ取ることができました。私たち一人一人に人から拝まれるようなそういう尊い心というものがあるんですね。人という字が お互いに支え合って成り立っているように私たちは人と関わり合いながら生活をしています。人のことはどうでもいい。自分さえ良ければいいんだ。というのは自分の都合です。自分の都合というのは自分が作り上げているんです。 自分の都合というのは不安定なんです。不安定ですから、今日良かったものが明日は悪いかもしれない。それでは困るんです。そうした自分の都合を離れて、あたかも中山さんのお母様が息子のために一心に手を合わせたように、拝む心も物心。 そして中山さんもこれからはお母さんが拝んでくれたこの心とともに頑張っていこうと決意したように拝まれる心も物心。私たちも本来物心という素晴らしい心を持っているんですから大切にしていかなくてはならないのではないでしょうか。 館長様が仰せのように、心には様々なものが映し出されますけれども、そんな表面の思いや考えに振り回されるのではなくて、よく見て、見据えて、見極めて、この物心と共に 過ごしてまいりたいものでございます。だんだんと世の中が動き出してきまして、世の中は変わってまいりますけれども、皆さんが平等に物心をお持ちであることは決して変わることはありません。自分を見失いかけたとき、 迷ったときはどうか何の穢れることもない何一つ傷,傷つくこともない物心というものを私は持っているんだということを信じていただいてお過ごしいただければ今までとはまた一味違った心穏やかなより一層 充実した生活を送ることができるの,で,きるのではないかと思います。僕には仏様から拝まれる心を持っているんだということを忘れちゃダメだよ。いつかきっとわかる。今年の7月10日、実家で度胸をした後、改めて天から 喜ばれるような生き方をしたいと思うと同時に35年経って祖父から言われたことの意味がようやく分かったような気がいたしました。ご清聴ありがとうございました。